こんにちは。今日はね、村上選手の56号の連続写真を完成させたいということで、急遽もう一箱買い足しました。そう、ここまでは繋がってるんで、ここ1枚を狙っていきたいと思います。型番でいうと TM1 と TM2 がある。 TM3 ですね。そこを狙っていきます。で、あと1箱目2箱目見たんですけど、やっぱりカラーバリエーション違い、この1枚だけでしたね。なので2022年と違って確定ではないみたいです。世知辛い世の中になったもんだ。まあしょうがないということで、そこと、あとね、木澤選手のねシリアル、あとねエスペランザ1枚も見てないから、エスペランザの木澤か丸山、この辺狙いたいですかね。うん、あとはね、直筆サインの木澤内山あたりが直撃できると最高です。さあ行きましょう。おそらく予算の都合上明け納めになるかと思います。って言ってもね、楽しい結果になればもちろん開けるし、なんなければもう開けねえよって言いながら開けないかもしれないです。西村選手、塩見選手、浜田選手、荒木選手、お、沢井選手の、これは200シリーの銀箔版ですね。はい、山田哲人、西浦選手、丸山選手、時岡選手、西村選手、サンタナ選手、小川選手、高橋奎二、はい、で本山選手。はい、西田選手、山下選手、奥川選手、太田選手、坂本選手、中村選手、内山選手、テカル選手、山本選手、竹山選手、これは TM の2ですね。もう1枚ぐらい入ってないかな。下箱1枚入ってんのかね。今のところ1枚は入ってんだけど、見事に外してる。石川選手、妙度に外してるって言ってもまだ3分の2だからね。木澤選手、竹山選手、岡川選手、宮本選手、あとなんか見えた、梅野選手、高橋奎二選手、塩見選手、吉田選手、石山選手、木澤選手、奥川選手、奥川くんめっちゃ出るね、青木選手、長岡選手、塩見とか見せてほしいけど、まあね、リズム調子だからね、まあ、難しいよね。まあ、入ってくれればそれが一番いいかな。吉村選手、カテカル選手、並木選手、小川選手、並木選手、
成田選手、荒木選手、スチーラーの山田哲人。まだにこれのね、色がね、見分けられない。中村選手、てっちゃんで、金久保選手。並木選手、西田選手、吉田選手、市川選手。お、これは引いたことないね。スティーラー、塩見選手、はい、山崎選手、大西選手、大下選手、竹岡選手、ジュリー、三ツ又選手、スニーと。シンクローザー、田口選手、沢井選手。やってしまった。お腹選手ごめん、持ってしまった。季節とは言えない。並木選手、宮本選手、オスナ、石山選手、内山選手、はい、スニード、杉山選手、吉村選手、小沢選手、ブライトライト、山下選手、これも2枚目かな。村上選手、ピーターズ、坂本選手。はい、並木選手、奥村選手、久保選手は意外と見てないやけ。そう、去年の終盤ね、良かったんだよね。今年はどうなるんでしょう。久保選手、西村選手、丸山選手、村上選手、清水のボール、浜田選手、市川選手、たかっちゃん、カミングアップ、吉村選手で、成田選手、エスピナル、山田哲人。はい、ああ机もっと広いの欲しいな。西村選手、ジュリ、小沢選手。うわ、ちょっと待って、サイン2枚箱ですね、これあるんだ。オスナ、松本優、山下選手、成田選手、小中選手、竹岡選手、スティーラー小川、長岡選手、北村選手。はい、ラスト、竹山選手、久保選手、古賀選手、三ツ又選手、お、ハマちゃんのレア、ハマーと、ケラ、赤羽選手、竹岡選手、丸山選手、太田選手、石山選手、村上選手、で、吉村選手、で、長岡選手。長岡選手、こうやって見ると、右肘のところ、何これ、ピップエレキ板2つぐらい貼ってある。やっぱ肘の調子良くなかったんだろうな。なんて言ってたら、カラーバリエーション違いだし、シリアル1枚、まあ直接サイン2枚なんでね。じゃあこれ最初の方、誰、バッター、これは誰だ。お、赤羽選手、赤
赤羽選手の89尻多いね。はい、2枚目。あ、梅ちゃん、梅の投手のこっちは、こっちも89尻ということでした。2枚箱あるんですね。はい、ということで、村上選手の56号は叶わず、そして木澤選手のシリアル地引きもできずが、まさかのサイン2枚箱という、うん、赤羽選手のサインもね持ってないんでね、そういう意味では良かったんじゃないでしょうか。ただカラーバリエーション引けず、どうしようかね。ちょっと機会があればまた追加で開けちゃいたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。